両チームのスターティングメンバー、まずはホームの大分です。予想フォーメーションでゴールキーパー高木、フォーバックは右から伊藤、ペレイラ、三沢、香川、ボランチ下田と小林優希、中盤右野村、左渡辺、小谷と長澤の2トップ。控えメンバーはご覧の通りです。さあ一方アウェーの金沢もスターティングメンバー予想フォーメーションです。ゴールキーパー白井、フォーバック右から松田、広井、庄司、長峰、そしてボランチ松本、広也と藤村で、中盤右小野原、左が島田、ツートップは杉浦、恭平と林となっています。控えメンバーはご覧の通りです。あ、そして今日は野々村チェアマンがこのスタジアム試合を訪れているという形になります。右サイドでさあ伊藤が抜けてきた、伊藤からのボールが入る、渡辺、 いいボールですよ、はい、その奥には香川、そして渡辺、下田、横に流して野村のシュート、野村が左足、何人かがこう絡んでいってね、フィニッシュまで持っていくあたりはさすがですね。ただこれ高田、島田、そして林のシュートは高木キャッチしています。まあ、今大分のミスからですね、いやいいボールになるんですよ。だからさ、藤村も上がってきて戻して左足でしたか、島田、ここを決めたいですね。藤村、そして島田、下田から香川、中には4人の選手、長さ、小屋ですか、小屋ですか、小屋ですね、小屋です、小屋がニアで先に打っていきました。中で小屋呼んでいる、横パスになった野村も入ってきましたが、さあカウンターですよ。今度は金沢、ちょっと後ろ向きになったが、ね、ちょっとスピード止まってしまいました、ね、そうですね。おお、抜けてきた杉浦恭平、先制は金沢、杉浦恭平の右足、1-0対1です。松田のボールです。まあ、ミサオはもうキーパーが出てくるという風な判断で止まってしまいましたし、キーパーとしてはミサオがそのままついていくのかなっていうところでね、さあここ小野原、そのままクロス放り込む、怪しい、追加点は金沢、小野原のクロスに林のヘディングシュートで0対2。まあ、これも少し香川のトラップミスからね、狙ったところ、このタイミングですよね、このタイミングで入れたことがなかなかコースもね、ついてました。距離をヘディングで決めるのはなかなか難しいですけど、能力見せましたね。長澤、宇都本、そして伊藤も追い越す動きを見せるが、井上その伊藤を使う、横に流して野村、1点返した、野村も2000連発、1点返しました。さあこれが反撃の起爆剤となるか、大分野村です。ホームでもゴールを決めました。まあ、このクロスに対してちょっとマイナス気味でね、相手もちょっと予想できなかったと思いますけどね、非常にこういいコースにシュートは行きましたね。まあ、前半からシュートの意識が非常に高かった野村がついにゴールを奪ったわけですけどね。さあ大谷、おお通した、力安だ、力安から平松も仕事をしました。1対3、また2点差は制限、金沢です。
浅田さん、今のプレーはいかがでしょうか。ここのボール奪ったとですね、で縦パス入るんですけど、この取りどころでここ逃してしまったところですね。うーん、大谷、まあ、ボールも非常にいいボールですね。下田、そして野村、さあ松本レイ入ってきた、サンデール、あそこは決め切りたかったですね。ただ守備よく戻りましたね。松本レイ、サムエルというところ今そうです、戻ったんですね。そうですね、狭いところを、ね、崩したんですけどね。そして試合終了の笛です。1対3、金沢がアウェーでまたしても勝利ということで、今シーズンの4勝目はアウェーでの大分戦。